日本鹿児島県薩摩仙台市西方町西方町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧高城郡高城郷西方村、高城郡高城村大技西方、薩摩郡高城町大技、西方、川内市西方町。郵便番号は899-1801。人口は437人、世帯数は200世帯。薩摩仙台市の北西部。 西方川は下流域に所在する。麻生域の北方には、阿久根市大川、南方から東方にかけては、湯田町にそれぞれ接しており、西方には東、シナ海が面している。麻生域の西端には、国道3号が、それに沿って日殺オレンジ鉄道線が、南北に通っている。麻生域内には、西方駅が所在している。南部には、 鹿児島県道339号統合、西方港線が東西に通っている。町域の西部にはかつては、薩摩仙台市立西方小学校があったが2013年度より、薩摩仙台市立水引小学校へ統合され、並行となった。海岸沿いには、人形岩や西方海水浴場や西方港が所在している。西方という地名は、 古代の出水軍国形里の国形が点火したものに由来しているという説がある。西方という地名は、戦国期より見え、薩摩国高城軍のうちであった。江戸期には、高城軍高城里のうちであり、村高は、加造目録では126国余り、急行給料では520国余りであった。村域内には、薩摩街道が通っており、 島津家久が町家通りに、お借り屋を置き、参勤交代の際の休憩所として使用された。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、それまでの高城座との区域より、高城村が成立し、西方村は、高城村の大技、西方となった。1960年には、高城村が、調整施行し高城町の大技となった。 1965年4月15日には、高城町が、川内市に編入された。同日に、鹿児島県広報に掲載された、地の廃止及び、地の新設により同日付けをもって、大技製法が廃止され、大技製法の区域をもって、川内市の町、製法町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、けど院町、 日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。薩摩仙台市立西方小学校後、西方郵便局市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。